埼玉でした。はい、失礼いたしました。<laughs> いろんな表情ができるようになったんじゃないかな はいえー、僕が描きたかった、ずっとあの写真集などであのファッション誌ではないですけどそういった描写、演出をしてみたいなって僕自身あの昔から服が好きであの表現というあの場においてやっぱ服で、あと、まあ、僕の等身大の体であの楽しみたいと思い今回あの、ほとんどのページであのファッションショーという。 演出させていたただきましたそのファッションショー以外にもあの他自然、まあ、木,木の中とかで僕が普段好きなあのキャンプとかアウトドア、まあ、サウナとかのアウトドアもページがありますんでそういったいろんな二面性の楽しめる作品になったと思います服を楽しみたいなと思ってそこはまあセット撮影であとは森とかは東京のちょっと奥の方であの撮影しました すませんえっと、キャンプの撮影中なんですが埼玉になります。から、まあ、顔つきが違いいいますよねやっぱなんだろう成,成長とうう面ででは、まあ、自分で言うのも あ,のあれですしちょっと分かんないですけどいろんな表情ができるようになったんじゃないかなってそのいろんな現場に入って、まあ、いろんな作品に携わっていろんな人と出会ってっていう面では表情がいろいろ豊かになったんではないかなと自分ではあの思います。